ケイン号の反乱は、1954年制作のアメリカ映画、ピューリッツァー賞を受賞した、ハーマン・ウォークの同盟の世界的、ベストセラー小説を、ハリウッド圏の一人だった監督エドワード・ドミトリック、制作スタンリー・クレーマー、出演ハンフリー・ボガート、ホセ・フェラーなど、当時のハリウッドの超一流スタッフキャストが総結集、映画史上に残る名作ドラマに作り上げた。 主演のロバート・フランシスはその後を職望されるも、公開翌年に自ら操縦する飛行機の墜落事故にて25歳の若さで亡くなった。第二次世界大戦中の1943年、プリンストン大学を卒業したウィリー・キースは、ナイトクラブ歌手で、恋人のイウィンに別れを告げ海軍に入隊。将位として、アメリカ海軍の老朽僧海駆逐関係員号に配属される。 戦闘任務を希望していたウィリーには、総会任務は不本意であり、口が悪く人を食ったような態度のデブリース艦長にも、ガサツで下品な乗組員たちにも馴染めなかった。やがてデブリースは新任務を得て、警員号を去ることとなり、新任艦長として着任したクイーグと交代して、艦を降りる。その離艦の際、乗組員たちのデブリースに対する異形の念に触れた。 ウィリーは不思議があるが、副長のマリク大員は、それが分かれば君も一人前だと彼に告げる。クイーグは、ケイン号の風紀の乱れを直して規律あるものにすると宣言。ウィリーはそんな彼に傾投する。しかし、徐々に、館内では新館長に対する乗組員たちの不満が募っていった。クイーグは、部下に対して非常に厳格な姿勢で臨む一方で、 自らのミスにより起きたトラブルの責任を部下になすりつけるように受け取れる態度をとっていたからだ。部下たちはクイーグを軽蔑し、密かに彼を揶揄するザレウタ黄色い染料まで作って嘲笑する始末であった。マリークはそんな館内の雰囲気を厳しく戒めつつも内心ではクイーグに対する不信感を募らせていた。配給されたイチゴがなくなった程度のことでクイーグは 乗組員全員の所持品検査を命じる。小説家志望で、皮肉屋のキーファー隊員は、親友でもあるマリクに対し、艦長には明らかに変質症の兆候があり、非常時に下級士官が指揮官を解任できるとする、海軍規定第184条にのっとって副官は、指揮を代行すべきだと忠告する。マリクは取り合おうとはしなかったが、万が一に備えて、 艦長の異常行動を記す日誌を密かにつけ始める。そんな矢先、艦は猛烈な台風に遭遇、あわや転覆の危機に陥る。クイーグが取り乱して一時心神喪失状態となり、相関もおぼつかなくなったとマリクが判断して、クイーグを解任、自ら指揮を取って嵐を乗り切った。彼は帰還後、軍法会議にかけられることとなる。反乱行為で、 公式刑の可能性の高い裁判を8人の弁護士が断った。打診を受けた法務将校のグリーンウォルド大尉がマリクと共同被告のウィリーに会いに来る。クイーグの日を訴えるウィリーやマリクに対し、グリーンウォルドは確かに台風で3隻沈んだが、194隻は式の交代なしに乗り切ったし、3人の精神科医がクイーグを正常と判定したという。ほぼ勝ち目はないが、 グリーンウォルドは無実だからと弁護人を引き受ける。法廷では士官、乗組員などが証言台に立つが、ことごとく検察官、チャーリー少佐によって論破され、日誌も医学的根拠がないと一周されてしまう。頼りにしていたキーファーも態度を一変させてマリックに不利な証言をする。さらには精神鑑定を担当したディクソン・グニーが、 官庁には何ら精神疾患の兆候も見られないと証言、マリクは窮地に立たされる。そんな状況に至っても、グリーンウォールドは効果的な反対尋問をせず生還する。やがてクイーグ官庁本人が法廷に登場。ついに、グリーンウォールドの騎士改正の反撃が始まる。そして時は流れ、ウィリーは、メイ結婚、新しい官廷に副長として乗り込んだ。官庁は、 ケイン号の全館長デブリースだった。ありがとうございます。